任せろ。圧倒的な力でしたね。眷属ではないのにこの強さ。元凶の力がうかがい知れるわね。敵の強さなんて関係ねえ。とにかくぶっ倒すまでだ。 交代するぜ。
介しますね。
敗する。
巨大な扉、どうやらあの向こうにし、しおり！ <笑>図書館の司書の人ね。大丈夫かしおり！ しおり！ 他の人なんとか術で和らげられ、私も待ってろしおり、お前だけはこの手、どうやら、はい、 この先に待つのはみんな。<笑>言われるまで。今こそ私たちの拳。こっちも OK だ。俺たちの学園にここまでの真似をしやがった魔女。 力を合わせてぶちのめすとしようぜ！ まったく、テーマパークも顔負けすぎるでしょ。<笑>この声は<笑>ついにお出ましってわけか。来る。<笑>
ブリード強移動 S ランク。まさかこれほどだなんて。正真正銘掛け根なしの化け物みたいだな。何者だろうが関係ねえ。いつまでも面白おかしく笑ってられると思ったら大間違いだ。とっととぶち倒して俺たちの学園を取り戻してやる。ええ、行きましょう。白の巫女の務め果たさせていただきます。結界よ。
わけには。それよっ、やっと刃よっ、よっ、よっ、任せて。シュート、シャコ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 、シュート、シュート、氷アイスクルーノーマル、覚えなさい。シュート、シュート、セコセコセコ、チャージ完了、いくわよ、クロスドライブ、やっ、セコ、マキシマムレイジ、起きたか。大丈夫みたいですね。やれやれ。ここは森宮学園の屋上です。異界化は先ほど無事に収束しました。とっくに夜だが。本当だ。それよりしおりた。心配ないわ。大丈夫なのか。ええ、呪いの影響も2、3日もしたらた、ああ。スゼートのみんなや久我山さん、そうか。ああ、コウ先輩。さすがに気が抜けたか。必死だったもんね、先輩。ヒイラギ。いえ、ちょっとね。まさかグリムグリードをこれだけの少人数で、しかもよりにもよって素人を含めたメンバーで挑んで倒すことができたなんて、さすがにできすぎだと思って。そうですね、確かに帰り討ちにあってもおかしくなかったかもな。もう一度やれって言われたらさすがにちょっと自信はね。やっぱ素人には無茶だったか。いいえ、きっと私たちだったからこそよ。この森宮に生きるあなたたちと共に覚悟と決意を持って臨んだから、だからこそあれほど大きな困難を乗り越えられたんだと思う。ありがとう、時坂君。この学園に来たことが、あなたたちと出会えたことが、私にとって何よりの幸運だわ。ああ、どうしたの？さすがにいくらなんでも臭かったかしら。いや、なんつうか、そのお前が本当に笑うのを初めて見たような気がしてな。何よそれ。あれ、先輩照れてる。かわいいです。はあ、やれやれだな。
こっちはレッスン第一刻で大目玉確定なんだから、せめて本当のことを言ってよ。ま、確かに無理があるな。そもそも皆さんはどういう…ええ、ですから。彼らにも一応記憶消去を試みてください。その結果を見て今後の対応を決めましょう。了解しました。お嬢様、図書館にあったという童話ですが、すでに跡形もなくなっているようです。そうですか。やはり第三者の介入、もしくは…いかがしますか。アングレカムを全面的に投入することも可能ですが。やめておきましょう。ゾディアックの猟犬、全面投入は火種になりかねません。その、京香さんの古巣を悪く言いたくはないのですが。お気になさらず。では、私の方だけで調査を続行します。お願いします。それに。この先、何があってもきっと大丈夫。彼らを見ていると、そんな風にも思えてくるんです。回収してきたのだろうな。もちろん大いに役立たせてもらったよ。確かに。おかげでいい実験結果が得られた。僕の大いなる野望にまた一歩近づけたというものだ。礼を言わせてもらうよ、刻印の騎士殿。そちらが裏で何を企てようが興味はない。せいぜい足元を救われぬようにすることだ。フこれは手厳しい。それでは失礼する。またよろしく頼むよ。だがまだ手がかりが足りない。彼らにはもう少し動いてもらうとしよう。
いらっしゃい、お一人さんで。カウンターが空いてます。すぐ注文受けたまわるんで座ってお待ちを。うす、ただいま。カツ丼セットお待ちどうっす。へえ、取材は昨日あったばかりなんすけど、何でもニアで広まったらしくて、こっちも戸惑ってるくらいです。了解っす。こんばんは。お疲れ様です、高畑くん。北斗。ほらよ、俺のおごりだ。神はおかみさんから教えてもらってる。丼物とは勝手が違うからなかなか苦戦しちまってるかな。いえいえ、見た目も素敵ですし、ほんと美味しいです。私は普段ほとんど料理をしませんから、素直に尊敬します。
く。あいつもあいつで忙しそうだな。表だけじゃなく裏でも大層な立場みてえだが。そういや魔女との戦いでも名乗ってやがったか。心を読んでんじゃねえよじいさん。だがそうだな、愛も変わらずいろいろなしがらみにがんじがらめみてえだ。そのくせ降りかかる面倒ごとは涼しい顔して片付けちまいやがる。昔からあいつはそういう女だった。3年前のあの事件もあいつがいなければ解決しなかったはずだ。だがあまりに完璧すぎるっつうか、完成されすぎているっつうか、味方についていた俺たちですらうすら怖えもんを感じていたくらいだ。あれから3年、俺は一度だってあいつの弱みってやつを見たことがねえ。正体を明かした今になってすら俺たちと絶妙な距離感を保ってやがる。前々から思っちゃいたが、つくづく住んでる世界が違うみてえだな。どういう意味だ？じいさん、あいつを知ってんのか？お待たせしました。早速調査を開始しましょう。あら、どうかなさったんですか？そうだな、カズマ。お前だったら。
りますよ。
よっよっ任せろ。よっ、刃よ、よっ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 
ップしてる。駆け抜けるしかねえだろ。上物だな。行きます。結界よ。ハーミットシェル。ほっほっ。よっほっ。よっ。道が開けました。あと少しです。くらいやがれ。一気に突き進むぞ。大丈夫です。
この間の戦いの疲れが今頃出たのかもしれませんね。とにかく今はこの異界を調べるのが先決でしょう。何かが違うのは確かですし、少しでも多くの手がかりを持ち帰らないと。あんま背負い込むな。え？俺も時坂たちに教えられちまったことだが、結局てめえ一人にできることなんて限界があんだよ。忘れんな、お前の周りにも仲間がいる。単なる協力者じゃねえ、心底背中を預けられる仲間がな。お前ももう少し周りを当てにしてみてもいいんじゃねえか。高畑くん まさか高畑くんからそんな言葉が聞けるなんて。一瞬龍崎さんの姿が重なったような気がしました。あんなクマみたいな野郎と一緒にされちゃたまんねえな。ありがとう高畑くん。なんだか3年前以上に心強いです。に甘えさせてもらいますね。任せろよ、行くぞ北斗。その後、俺たちは無事に現実世界へと戻ってきた。結局この奇妙なゲートの正体は北斗にも見当がつかないらしかったが、泰造爺さんにとっては七草が守られただけで十分らしく、ひとまず一件落着となったのだった。
食えねえじいさんだぜ。今日は本当にありがとうございました、高畑くん。おかげで心配事の一つをなんとか片付けられました。まあ結局あの妙な異界の正体は分からずじまいだったがな。しかし北斗、一つっつうことは他にも何かあるんだな。ええ、ですが近いうちに必ずお話しします。もちろん時坂くんや柊木さんたちも一緒に、そのための準備も進めている最中ですから。だったらいい。いずれにせよ俺たちは3年として後輩たちを支える、それだけは変わらねえだろうからな。そうですね、頼りにしていますよ高畑くん。こっちのセリフだぜ。ああ、緑が深まってきましたね。結構山あいまで入ってきたみたいね。東京にもこんな場所があるなんて、なんだか不思議な気分だわ。座りっぱなしは暇だな。サイフォンのパズルゲーでもやってよっと。こら、こんなところまで来てゲームなんかやってんじゃねえ。下ばっか向いてると車酔いするぞ。しないって、子供扱いしないでよ。でも本当に晴れてよかったですね。またしばらく雨でしたし、少し心配でしたけど。ええ、どうやら今年の梅雨もピークは過ぎたようです。予報ではこの周辺も週明けまで快晴となるとか。いやー、これぞ絶好の行楽日和ってやつだな。天然温泉に山の幸、久々に目いっぱい堪能するぜ。僕は初めてなんだよね。楽しみだな。あ、そうなんだ。よし、私に任せて、しっかり案内してあげるから。たく、騒がしいな。私も楽しみだよ。みんなで一泊するなんてなかなかない機会だもん。ま、たまにはいいか。神山温泉、俺も結構久しぶりだしな。今度の週末っすか？森宮市の外れにある温泉地、神山温泉。そちらへの一泊二日の小旅行に皆さんをご招待したいんです。神山温泉、小さい頃に行ったような。俺も昔カズマたちと行ったことがあったな。昔から多摩の名湯として知られている場所だったか。へえ、森宮市って温泉まであるんですね。つってもほとんど県境の辺鄙なところだけどな。
しかしまた急というか、ヒラギ、お前も噛んでんのか。ええ、美月さんと話し合って企画させてもらったの。先日の霧の事件で困難を乗り越えたあなたたちへのねぎらいの意味を込めてね。それに改めてあなたたちに話しておきたいこともあるし。話しておきたいこと？それって。わかった、せっかくだし乗らせてもらうぜ。私も今週末なら部活はありませんし。まあ僕も予定はないから付き合ってあげてもいいよ。こちらも問題はねえ。それでは今週末の方向で進めますね。ちなみに生徒だけでの旅行というのも少々問題あるかと思いまして、ある方に引率をお願いすることにしました。どうぞ。失礼するね。って問わねえ。さすがにびっくりさせちゃったかな。びっくりしたというか。いいのか、この場に呼んでも。少々事情がありまして、前回イカイカした学園内でなぜか意識を保っていた方々、久我山さんと佐伯先生には記憶消去の処置が取られました。ですが九重先生の記憶だけは消せなかったんです。なんだかそうみたいで。おそらく潜在的な霊能力を持っているんだと思います。そこで美月さんと相談して、この際改めて事情を話したの。すでに異界や怪異など一通りの説明はしてあるわ。マジかよ。そうだったんですか。そのさすがに最初は信じられない話ばかりだったけど、学園でのこともあったから信じるしかなかったっていうか、コウ君たちが裏でいろいろと頑張ってたことも気づいてたし。それは。というわけで今後は私もいろいろと協力させてもらうから、よろしくねみんな。ちょっと待て。え、まさか先生も戦ったりするわけ？それは無理みたい。ソウルデバイスっていうのを出せるわけじゃないみたいだから。でも教師や保護者の立場ならいくらでも力になれると思うんだ。止めたってダメだよコウ君、私だって本気なんだから。問わねえ。決意は固いみてえだな。でも確かにトア先生がいてくれたら心強いかも。悔しいけどネット方面でも力になってくれそうだしね。ああもう分かった、認めればいいんだろ。認めれば決まりだね。とりあえず旅行の日程も決まりですね。はい、準備を進めておきます。あ、ちなみに送迎の車はいくらか席が空いていまして、他にも誘いたい人がいれば遠慮なくおっしゃってくださいね。これから向かう神山温泉は多摩でも歴史の古い名湯なんだよ。霊源あらたかな山中にあって美人の湯としても有名なんだ。ヒイラギさんやソラちゃんは初めてみたいだし楽しみにしててね。期待してます。はい、ほんと楽しみです。九州にも名湯は多いんですが関東のお湯は初めてですし、できれば
千秋先輩たちも誘いたかったんですが、予定があったのは残念でしたね。急な企画でもありましたし。まあ車で40分くらいだし、別の機会にでも誘えばいいだろう。よし、ハイスコア更新。お前は会話に参加しろよ。もう今更だけど、どういう関係なんだろうね。あの高畑先輩まで来てるなんて。まあ、あの先輩も噂ほど怖い感じじゃなさそうだし、むしろ可憐な三月会長や柊木さんとお近づきになれるチャンス。とわちゃんやそらちゃんもいるし、俺のバラ色の高校生活がいよいよ幕を開けるのかもな。まだ諦めてなかったんだ。でも懐かしいね。神山温泉なんて小さい頃にお隣同士で行ったきりじゃない？ああ、そうだっけか。おじさん、昔からよくいろんなとこに誘ってくれたもんな。さすがに中学くらいから少なくなっちゃったけど、よかった。またこうちゃんとこんな機会があって。最近なんだか忙しそうで、あまり一緒にいられなかったし。悪い、バイトとかいろいろと野暮用があったからな。本当よかったぜ、こいつらとの日常ちゃんと取り戻せたんだよな。ん？どうしたの？なんでもねえさ。時坂くんと倉敷さんって本当いつも仲がいいわね。やっぱり幼なじみならではといったところなのかしら。それほどでも。たく、茶化してんじゃねえよ。照れなくてもいいのに。いいなあ、私も毎日起こしてくれる可愛い幼なじみが欲しかったわ。毎日じゃねえっての。のじゃなくてだな。墓穴掘ってやんの。確かにこうは恵まれてるよね。皆さん、ご歓談中に申し訳ありませんが、間もなく到着いたします。見えてきましたね。